一番はね、はい、やっぱ体調が悪いっていうのが一番しんどいからね。あ、そうですね、そうですね、うん、だから体調悪いその原因っていうのが家が汚いことにあるんだってことを気がついてほしいなと思うよね。だよ、はい、今日もどうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。だよ、那覇です。那覇です。那覇、はい、那覇ですね。那覇すごいですね。まあ、なんせも今日はね、はい、もう那覇で一番のお部屋の方が来てらっしゃいますんで。はい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 、はい、伝説のドヨーンとしてるんですよ。ドヨーンと連れてきてる。はい、ジャッキー連れてきてる。連れてきてます。あ、そうなんですね。この会場まで目を合わせられない。あ、そうなんですね。大名行列で来てる。あ、そうなんですね、はい、目合わせたら来ます。目合わせるともう入られるんで、ね、あ、本当ですか。なるべく見ないようにして。見ないようにして。あ、そうなんですね。危ないですね。危ない。やっぱ大王に浄化してほしくて、うん、この場に来てるっていうのはありますよね。そう、あるね、あるある、はい、大王、なんかその邪気にまみれてる人に、うん、なんかどう対策したらいいよとかありますか。うん、家きれいにする以外方法ないんだよ。あ、そうなんすね。いや、きれいにするじゃない、物を減らすこと。だからもう業者なんだよ。そうなんすね。業者に頼む以外方法ない。だって年季入ってるよ。はいはいはい、はい、もう相当年季入ってる。すごい昔の動画なんですけども、うん、タスカットさんっていう会社に行ったんですよ、僕と大王が。そうだね、そうだね。で、それで、あの、その人何かっていうと、ハウスクリーニング、お部屋を清掃するっていう会社の方だったんですけども、うん、タスカットさんからつい先日連絡があって。マジで。はい、昔の動画見て、 お申し込みがありましたと。おう。昔の動画見てお申し込みがありましたと。ほうほう、はい、ほうほう、連絡がありました。あ、本当、よかったね。はい、はいはいはい、うん、そうで、なんでそんなみんなが笑ってるのか全く分からないんですけど、うん、そうそうだね、はい、うん、分かんないね、はい、うん、いや、あれ見てほしいね。あれすごかったよ。いや、ほんと、あのインタビュー4本ぐらいしたよね。あれリアルじゃないですか。あれリアルだよね、はい、本当に。女性に多いオベア専門の業者さんだね。そうですね、そうですね、うん、すごかったよ、あれ。あれぜひ見ていただきたいですね。あれ見ていただきたいですね、うん、あの編集の方、サムネを、はいはいはい、あと概要欄入れといてください。あ、概要欄入れときましょう、うん、あ、ほんとすごかったです。それはすごかったですね。懐かしいですね。懐かしいですね、はいはい、何年前ですかね。今、うん、その何年か前の動画を見て、うん、申し込むっていう人がいるので、うん、本当になんかありがたいですよね。相模原、どこだっけ。相模原、相模原、ね、相模原とか相模大野とか、あの辺です、うん、神奈川っす。あ、神奈川ですね、はい、もうぜひ神奈川近辺でね、お部屋の方いらっしゃいました、うん、ぜひやっていただけたらね、いかがでしょうかね。そうですね。だよ、引き続きなんですけど、あの、うん、全社に物を手放すっていうことを8割手放すっていうのがだよのメソッドじゃないですか。そうですね。全然8割いけてないっていう方が多いんですよ、うん、どうしたらこの人が最後までたどり着けるのか。いや、家族いたら難しいね。あ、そうなんですね。やっぱ自分一人で一人暮らしだったら、はい、なんとかね、うん、気合い入れてなるけどさ、家族のものは捨てられないからね、うん、まあ、それでも皆さんこう、ね、できる範囲でこうさ頑張って、そう、旦那さんのものとか捨てちゃったりしてるわけで、うんうんうん、子供のものとかね、はいはいはい、でもそれが見つかってめっちゃ怒られましたとかね、はいはい、よくあるパターン。たまにありますね。たまにある、はい、ありますね、うん、そういう時ってどうですか。だよ、のべつ幕なし全部言ってほしいけどね。怒られるならもう最後まで怒られようぜと、うん、だから僕いつも言うけど、まあ、極論ですよ、はい、極論、はいはい、僕のところに来る方は8割不仲なんですよ、うん、あ、家族が不仲で、今日もこの会場にたくさんいらっしゃいますけど、はい、一番不仲なんですよ。あ、ナンバーワン不仲。ナンバーワン不仲ですね。あの、石井さんも最近離婚されたって言ってました。あ、そうですよね、はい、だから本当に旦那さん手放したらいいんじゃないですかって僕はいつも言うんだよね。あ、手放された方の旦那さんがここにいらっしゃいます、うん、はい、まあ、石井さんはね、まあ、捨てられたというふうに言ってましたよね、はいはい、そうですね、うん、本当に全車輪の対象でしたと。そう、僕は全車輪の対象でした。全車輪されましたと、ね、そうですね、まあ、今日ここにね、全裸でいらっしゃってますよね。いろんなもん捨てられたかゆえに。そうなんですね、うん、よく来ましたね。勇気いりますよね、全裸で会場だけど。 だけど本当ね、よく聞きますよ、旦那手放しましたっていう方ね。あ、もうめっちゃ結構いらっしゃいますね。旦那手放した上で、離婚した上で今仲いい夫婦とかいますもんね。あ、いますよね、はいはい、うん、嬉しいよね、なんかそれね、嬉しいですね、うん、はい、だからもう思い切ってね、本当手放していくしかないんだけども、はい、でもやっぱりなかなか手放せない、うん、まあ、そういう方はもう仕方ないから業者を呼ぶ、はい、もうこれが一番手っ取り早いよね。そうですね。だから神奈川だったらもうタスカットさんに見積もりを取ってみたらいいんじゃないですかね。あ、そうですね、うん、いや、だよ、なんかおすすめの業者とかあったりします。いや、全然知らないですね。あ、そうなんですね。だって入ってくるじゃない、ポスティングが。 あります、あります。なんか何でも屋さんみたいな。いや、だよ、結構あれなんですよ、
ボッてくるケースはあるじゃないですか。いやあれホームページ見てもね分かんないんだよね。トラック1台いくらとかだから僕もほらしょっちゅう引っ越すから、はいはいはい、何でも屋さんとか頼むけども、はいはい、全然言ってることと違うもんね。はい、ホームページに書いてある内容と全然違うんですよ。全然違うんだよね、はい、パンチありますよねあれ。うん、パンチあるね。ひえーって思います、あの見積もり。ねえ、びっくりするよね、はい、だけどあの人たちはもう値切られるの分かってるから、はいはいはい、安くしてくれるけど、だからもうあいみつ取っておくのが一番ですよ。3社ぐらいあいみつ取っておけば大体相場が分かりますよ。そうですね、そうですね、うん、ぜひあのやってほしいですね。ただいま離婚園情報を新たにお届けするよ。急ですね。急ですよ。だよ、僕たちいろんなとこ行くんですよ、はい、行きます。9月27日旭川、旭川28日帯広、帯広北海道ツーデイズ、はい、10月3日4日で那覇に行きます。那覇ツーデイズ。そして4日の夜は那覇純駆動ですね。純駆動お話し会、はい。そして10月22日博多アガス、博多アガスや。そして10月25日仙台、26日が盛岡でございます。仙台盛岡久しぶり、ぜひ会いに来てください。ありがとう。大表、なんかその業者頼んだ経験とかあるんですか？いや、だからもう一回頼むよ。あ、本当ですか？もう一回頼むよ。どういうふうに選ぶんですか？自分の地域と不法投棄。不法投棄ダメっすよ。粗大ゴミ処理とかそういう感じですよね。不法投棄一番このやっちゃいけない業者だよ。安いんですよ多分。言葉間違えた。多分安いんですよ。言葉間違えた。その業者安いんですよ。その業者安いと思う。不法投棄はダメだ。ダメですね、ダメです、うん。何でも屋さんだよね。うん、何でも屋さんですね。台東区何でも屋さんとか。そう。で検索したら、はい、ライバル無限にいるから。いっぱいあります、いっぱいあります。うん、だからそこにまあ上から3つぐらい頼んでみて、あいみつ取って、うん、その業者がバッティングしたら一番いいんだよ。ああなるほど、うん。だから同じ時間に呼んだりね。ああなるほど。業者の人を集めて、そう、一番安い人にしますって言えばきっと。あ、なるほど。だよ、そこでじゃあ談合が行われる。そうだね、はい、だからそこで3人で話し合ってくださいっていうのが、ね、はい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 、一番いいんじゃないですか。一番そうですね、うん、業者としても一番高い金額になるだろうし、うん、ちょうどよくできそうですね。そうなんだよね、はい、だから僕はたまたま、はい、前回だったかな、2人同時に来てしまって、うんうん、じゃあもうせっかくいらしたんで、うん、あの安い方で行きますんでみたいな感じで、随分、うんうん、値下げできましたね。これはそれやった方がいい、うん、それやった方がいいですね、うん、だけど、はい、ああいう人たちって、はい、電話がひっきりなしになるんだよ。あ、人気なんですか？人気なんですね。需要と供給のバランスが取れてない、特に東京は。うわ、ちょっと面白いですね。なんか社会的にもう飽和してるんですね、物たちが。物飽和してるよ、はい、だからお部屋の人がそれだけ多いってこと。多いってことですね。そうで、もうどうしようもなくなって業者にお願いするっていうパターンが多いんですね。だからもう対応できないって言った。あ、本当ですか？お兄さんに聞いたら電話はもうだこうやってひっきりなしがかかってきて、うん、全部対応できないですって言ってたから。あ、そうなんですね、うん、だからここにビジネスチャンスがあるんじゃないですか。はい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 。そこで開運をアドバイスできるような、物を引き取る何でも屋さんのことなんて言うの？不用品回収業者とか粗大ゴミ回収業者とか。あ、そう、だからそれにもう開運とかつけちゃう、はい、なんかこんなこと言うのもあれですけど、うん、うちと提携してくれる業者を募集します。だからそれね、はい、何人も言われたよ。あ、本当ですか？うん、うちと提携してくれる業者、フランチャイズ料みたいな。いやいや、だから本当にそうやってなんか開運とかつければきっとね、はい、うん、なんか開運のアドバイスとかさ、はい、うんこ粗大ごみ、そうだね、はい、うん、だから そうすれば、はい、需要はね本当にもうありすぎるぐらいあるんですよ、はいはいはい、だって無限にホームページあるんだよ東京なんか。いや、無限にありますね。無限にだ、結局そこでさ、はい、すごい面白いビジネスモデルで、はい、例えば、はい、ね、そうやって何でも屋さんあるでしょ。あります。そこでもう一人で手が足りなくなるから、うん、従業員結構雇うじゃない。雇います。で雇うけど、はい、結局もうその従業員たちもさ、もう早々に独り立ちしていくんだよ、はい、はいはいはい、なるほどなるほど。早々に独り立ちしていくと、はい、働いてるのがバカらしくなって、はいはい、そこでまた俺ちょっと独立しますって辞めてっちゃう、はいはいはい、でまた会社が増えるっていうので、はい、もう鵜の竹の子のようにもう業者が増えていくんだよ。そんだけ業者が増えていっても、はい、需要と供給がまだ追いつかない。なるほど。価格競争はまだ始まってない。いや、もう全然 OK じゃないですか。あ、そう。だから本当ホームページ1ページ目にさえいれば、はいはいはい、きっと戦えるんじゃないのかなと思います。いや、これすごいですね。あとはもうポスティングでしょうね、きっとね、はいはい、業者同士が連結してる可能性もありますよね。こっちの業者手伝いに行くとか、うん、はい、それだけ本当家の中に本当にゴミがたくさんあるっていうことだよね。そうですね、うん、だからそれを捨てられない人があまりにも多すぎる、はいはいはい、まあ、それが現状なんだろうね。いや、これは一手打っていきたいですね。そう、はい、一手打っていきたいです。おだよ、このチャンネルもですね、うん、あの広がれば広がるほど、うん、日本がすっきりすると思うんですよ。あ、本当？絶対そうですよ。でも本当そうやってね、家の中にもこう物が満ち溢れていて、こう運気が悪い人、まあ運気悪いというか、はい、まあ、一番はね、やっぱ体調が悪いっていうのが一番しんどいからね。あ、そうですね、そうですね、うん、だから体調悪いその原因というのが家が汚いことにあるんだってことを気がついてほしいなと思うよね、はい、そうですね。そうだから、こういう動画をさ、なんかね、うん、例えば実家が汚
部屋ですとかさ、いるじゃない、うん、息子娘が汚部屋なんですなんていう人はさ、はい、まあぜひ送ってあげたらいいんじゃないでしょうかね。いやめちゃめちゃうちの動画シェアしてくれる人多くて、うん、1週間で何千人もシェアしてくれてる。ああもうありがとうございます本当にね。めっちゃすごいですよね。はい、ありがとうございます、はい、本当にね。ありがとうございます、うん、ぜひですねこのチャンネルは皆様のシェアによって成り立ってますのでご協力いただければと思います。ありがとうございます。ネタがないじゃんけん。動画をご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録、高評価、コメントどうぞよろしくお願いいたします。 LINE 公式アカウントも新しくなりましたので登録お願いします。お願いします。桜松駅ファンクラブ夜のツタンカーメンオンラインサロン、あなたの知らない世界を覗いてみませんか。僕の主張がたくさん出てるからね。 YouTube では語れないこと、 YouTube ではさ本当のこと言えないんで、本当のことが言えんのオンラインサロン、ぜひ覗いてみて、ぜひ仲間になってください。